こんな企画いきたいと思います、うん、題して、はい、キキ唐揚げ、唐揚げの権威として有名な人ですよね。やっぱり焼き唐揚げはそうですね、まあ、あの基本コンビニ系だったらまあ強いかなっていう。あコンビニ系でここでね、唐揚げの権威の下野さんに僕らが太刀打ちできるわけない。あら、うん、そうですね、普通に戦ってもね。ここでハンデがあるんですよ、ね、あ、そうなんですか。ごめんなさい、キキ唐揚げのハンデって何ですか。鼻をつまんで食べていた。おー、それはもうちょっと味覚を封じる作戦ですね、ですね、これは。そうですね。で、なんだったら、うん、次に食べてもらうときに一回フリスク的なものを口に入れてスースーさせて味をリセットしていただいて食べる。嘘でしょ。今のスタッフから笑い起こってるんですけど、今アドリブ言いました。いや、フリスク用意されてるんですか。本当にあるわ。はい、下野さん封じられましたね。いろいろ巨匠合間合間にフリスク入れますか。フリスクを入れる役目をじゃあ桜井さんに、はい、そして鼻をつまんであらかじめ食べてくるみたいな、そういうことですよね。まあそれに近いものですね。ちょっと鳴らしておくみたいな、うん、少しウォーミングアップ的な。プールに入る前、はい、お風呂に入る前にちょっと胸に水かけるような、うん、そうですね、そういう感じですね。決めました。はい、じゃあ桜井さん食べさせてあげてください。分かりました。鼻をつまんでお願いします。鼻をつまんで、はい、鼻つまんで口開けてるのもなかなかの、はい、すいません、1個ずつでいいですかね。それとも一気っていう手もあるんですけど。いや、1個ずつで。ワンピースからでいいですか。ワンピース。ワンピースからスリーピースか。まずワンピース行ってから次ツーピースで。あ、わかりました。なんかね、あるらしいです。ワンピース行ってから2ピースが。いきますね。はい、今、インしました。はい、これが1個目です。さあ。はい、全然わかんねえ。先生やっぱ鼻つまんでるかな。鼻つまんでるとわかんないのかな。先生って食感を、なんとか食感とか、そうですね、粉感、鶏肉感と食感だけだね。何言ってるか全然わかんない。ツーピース、おかましょう、いきます。先生、坂東さんみたいになってる。今インしました、インしました。さあ大丈夫でしょうか。どうでしょうか、どうでしょうか、どうですか。あ飲み込みました。まだですね。飲み込むまで鼻は一応キープでお願いしますね、うん、飲み込んだ後にまたちょっとリセットがあるんで。はい、はい、口開けてください。はい、もう大丈夫です。乱暴に乱暴に、はい、はい、もう大丈夫です。さあさあ、アイマスクを取っていただきましょう。今口の中に白い粒が3つ入っております。そんなに入れた。はい、じゃあ記憶ではいけないってことですね、これは。もうだから当てずっぽです。当てずっぽ。この味の唐揚げ初めて食べたな。おお、マジですか。仕事が違う。もうフリスクのせいでなんかよくわかんない。なんか変な、ね、下野さんが初めてとかあるの、ね、はい、脂っこいフリスクみたいな。じゃあね、さあ早速いきましょうよ。唐揚げの権威食べますよ、これ、どれから参りますか。でもね、食感だけでいけちゃうと思う。とりあえずじゃあまず辛いスパイスからちょっといただいていいですか。ちょっとピリ、ね、ピリ辛、ピリ辛のやつですか。そうですね。おかっこいいですね。かっこいい、何かっこいい、何かっこいい、肌のコンタクト全然違う、全然違う、油コンタクト全然違うじゃないですか。なんだこれは、なんだ何が起こってる、何が起こってる。唐揚げくんシリーズではございません。すごい、なにこれ、ちょっと怖い、ちょっと怖い、次元が違う、ちょっと怖い、なにこれ。ほら、すごいだろ、食感だけだったよ。怖いよ、この人。食べていただきますか。あ、面白い、食感だけで分かるの。いいぞ、食べつきいただけますか。はいはい、マジか、超かっこいい。さあさあさあ、すごい、もうファミチキではございません。うわー、何これ。なんかね、ワイン口に含んでテイスティング、テイスティング、その顔なの。さすが、唐揚げ寿司もらっていいですか。ソムリエの顔になってんだ。もうスピード感が違うね。さすがだな。真実は一つですよ。すげえ。唐揚げのね。唐揚げの真実は。お、うん、転がします、転がします。唐揚げ串ではございません。おーい、すげえ。あっという間じゃないですか。やっぱり何食ってやる。食べたくなっちゃった。さあ、ついに。
すごいよ。さんちょっとちょっと今セブンの唐揚げください。和風の。うん、何で今セブンの方から言ったんですか。いや、勘ですか勘ですか。いや、とりあえず。でもまあここで決まるわけですからね。そう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 。あ、どうなんだろう。お、すげえ集中してる。あ、先生、先生、ここに来て。やっぱ先生でも難しいんだ。難しい。何もしてない。食わしただけですからね。映らないと。映らないと。映ってないと。せめて映ろう。せめて映らないと。あ、そうだ。俺ら何もしなかったです。ちゃかしてただけだから。さあ、小野さんどうですか。これやっぱ難しいです。かなり難しいですね。お、じゃあこっちも頼んでみます。あ、そっか、やっちゃっていいですか。それいいんじゃないですか。でもちょっと待ってください。もう1個だけちょっと、おお、あくまでセブンので勝負かけると。すっげえ真剣。ニコ生なのにみんなスーッてしてる。私が食べたのは大仙鶏です。全力さまたなしてなんで走り出す。